ズボルニクは、ドリナ川沿いに位置するボスニア・ヘルツェゴビナの町、及び、それを中心とした基礎自治体。同国を構成する二つの構成体の、ウチスルプスカ共和国に属し、ブラセニツァ地方の北部にある。北はビーエリナである。また、ドリナ川を挟んで対岸には、セルビアの周りズボルニクがある。ズボルニクは、 スルプスカ共和国では最も開発の進んだ級の街のうちの一つである。ズボルニクにはセルビア王国の国王ペータル一世紀の名を取った広場がある。ズボルニク自治体の守護聖人はセーペトカトルノバであり、8月8日がその聖人の日となっている。1910年の国勢調査ではズボルニク自治体で多数派であったのは聖教徒であった。 1991年のユーゴスラビアの国勢調査では、ズボルニク自治体の人口は合計で8万1295人であった。また、ズボルニクの町の人口は1万4584人であった。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争後の正確な民族別の人口は把握されていないものの、多くがセルビア人であるとみられる。 ズボルニクが初めて文献に現れるのは1410年で、スバニックの名で記されていた。ボスニアから東に向かう交通路の上にあるという地理的条件に恵まれ、ズボルニクは交易の拠点となった。例えば、サラエボとベオグラードを結ぶ道は、ズボルニクを通過していた。ズボルニクはまた、ボスニアとセルビアの境に位置する町であった。オスマン帝国時代、 ズボルニクは、ズボルニク県の中心であった。これは、町の地理的条件による重要性に鑑みてのことであった。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争時、ズボルニクは、スルプスカ共和国軍の支配下に置かれ、ズボルニクのボシュニャク人の住民のほとんどが町を去ることを余儀なくされた。また、 ボスニア政府やクロアチア人勢力の支配下となった地域から多くのセルビア人がズボルニクに流入した。紛争初期、ズボルニク及びその周辺ではいくつかの大量虐殺が発生した。ズボルニク郊外のカイやチェロペクには強制収容所が置かれ、数百人に上る母主虐人が殺害された。スレブレニツァの虐殺の被害者が埋められた集団埋設地が ズボルニクの南のリプリエで見つかっている。紛争後、町の人口はほとんどセルビア人のみとなった。国際社会の支援により脱出した難民の帰還が進められているものの、その進みは極めて遅く困難なものとなっている。また、紛争中にズボルニクに流入したセルビア人の多くが紛争前の故郷に帰ることもできていない。紛争中、特に トゥズラやサライボからのセルビア人人口の流入によって、町の人口は2倍近くになった。ボスニアの他の地域同様、ズボルニクの気候は夏季には暑く、冬季には寒い大陸性の気候である。ドリナ川に面した一部以外、町は保存された森に覆われた山に囲まれ、谷底にあるこの町に美しい景色をもたらしている。オスマン帝国によって18世紀に、 初めて学校が設置されたと考えられている。1880年、この学校の校舎は新しいものに移された。学校はセルビア人によって建てられた。公立の初等学校は1866年、1867年に始まった。1920年には中等学校も建てられた。これは第二次世界大戦まで町の唯一の中等学校であった。 ありがとうございます。